この動画を見るとわかること。一つ目は今日ストップ高やストップ安した銘柄とその理由がわかる。二つ目は今日良いニュースがあった銘柄とニュース内容がわかる。今日ストップ高となった下記の銘柄についてご紹介します。大和重工の株価がストップ高となりました。同社は鋳物放浪浴槽や鋳物部品を手掛けており、政府が全国の国立公園に高級リゾートホテルを誘致する方針を示したことで宿泊施設向けの需要が高まるとの期待から買われました。 WASH ハウスの株価がストップ高となりました。同社が新たにコンテナ事業を開始すると発表したことが好感されたためです。コンテナを活用したセルフランドリー店舗とホテルの展開が出店リスクの軽減や店舗網の拡大につながると期待されています。II グループの株価がストップ高となりました。これは同社が1株につき2株の割合で株式分割を発表し、投資単位あたりの金額を引き下げたためです。さらに株主優待制度を導入し、300株以上を保有する株主に年間合計3万円分の給油オーカードを贈呈することを発表しました。アゲハの株価がストップ高となりました。これは位置情報データを用いたソリューションを提供するリクルートと電通のジョイントベンチャーであるブログウォッチャーとの業務提携契約が口座入料とされたためです。この提携により企業の採用活動支援が強化され、企業価値の持続的な向上が期待されています。今日良いニュースのあった下記の銘柄についてご紹介します。BR31 アイスクリームの2023年1月から6月の売上高が前年同期比で 26.1% 増の141億9800万円となりました。また営業利益は前年同期比で 89.0% 増の15億2100万円と大幅な増収増益を達成しました。これにより猛暑による需要増加が業績に大きく貢献しています。中代は固定資産の譲渡と業績予想の修正を発表しました。売却により第3四半期に譲渡益として3.2億円が特別利益に計上されます。これにより経営資源の有効活用と財務体質の強化が図られます。また25年3月期の純利益は従来予想の 2.1 億円から 5.3 億円に上方修正されました。 TA は24年12月期に 4.2 円の複配を発表しました。これは18年12月期以来となります。また25年12月期も配当成功 50% で配当を実施予定です。さらに株主優待制度の変更として12月末の300株以上の株主にクオカード5000円分が贈呈され、1年以上保有するとアマゾンギフト券1万円分に変更されます。日本パワーファスニングが4日ぶりに急反発しました。東京証券取引所が信用取引による新規の売り付けを呼び買い付けにかかる委託保証金率の臨時措置を解除したことで取引負担が減少し、短期資金の流入が再び活発化する期待があります。また日本証券金融も貸借取引にかかる増担保金徴収措置を解除すると発表しました。 JR 九州は鉄道事業の旅客運賃及び料金の上限変更認可申請を行いました。普通旅客運賃では平均 14.6%、 通勤定期では平均 30.3%、 通学定期では平均 16.0% の改定を申請しています。これにより運賃料金収入は2025年度から2027年度の平均で現行の1482億6500万円から1651億4300万円に増加する見込みです。日本プロセスは第7次中期経営計画を策定し、最終年度となる27年5月期の連結営業利益目標を12億円以上に設定しました。これは24年5月期の実績である9億5600万円からの増加を目指しています。また同期間の連結売上高目標を120億円以上としており、自動運転や先進運転支援システム、ガバメントクラウド、航空宇宙機器管理分野での事業拡大を計画しています。リベロが3日連続で株価を上げ、年初来高値を更新しました。24年12月期の連結業績予想が上方修正され、売上高は前期比 19.0% 増の34億5000万円、営業利益は同 2.2 倍の4億円、純利益は同 2.5 倍の2億6000万円となる見通しです。新規取引先の獲得が順調に進み、不動産会社向けサービスでも受注率が向上したことが要因です。また、取引先との手数料条件の見直しや生産性の向上も利益改善に寄与しました。帝人は炭素繊維の分野で卓越した実力を持ち、世界的な評価を受けています。最近、エフィッシモ、キャピタル、マネージメントが帝人株式の保有比率を 6.03% に引き上げ、大量保有報告書を提出しました。これにより、帝人の株価価値向上への期待が高まっています。また、帝人は鋭意経営改革に取り組んでおり、意欲的な中期経営計画も注目されています。
株式会社 E 生活の株式保有比率が光通信株式会社によって 5.01% に達しました。この情報は財務省に7月19日に報告されました。これにより光通信株式会社の E 生活株の保有比率が新たに 5% を超えたことが確認されました。ビジョンは株主優待制度を拡充すると発表し、株価が上昇しました。新たに1000株以上の区分を設け、Wi-Fi ルーターレンタルサービスや宿泊施設、スキンケア商品の利用券が増えます。1000株以上保有する株主には、300株以上の優待に加え、年間で4枚の1万円分の利用券が贈られます。贈呈は6月末と12月末の2回に分けて行われます。ご視聴いただきありがとうございました。情報収集をされている優秀な視聴者様に向けて動画を作成していますので、ぜひ、高評価、チャンネル登録、拡散を何卒よろしくお願いいたします。紹介してほしい情報などがあれば、ぜひコメントください。